グリーズマン、必死にボール、あとこれは笛が鳴って PK。 PK が与えられた。 PK 苦手なんだよな。カードは出ません。カードが出てもおかしくない場面ですが、そこまで悪質ではないという判断なのかもしれません。いや、わざとらしいぞ、ロナウド。ね、このロナウドはレンタルです。あ、ロナウドが蹴るの？うわ、苦手なんだよな。こんな感じ。ちょっと上の方に。おー、入った。しっかりとペナルティーからゴールを奪いました。おー、やってくれた。だいぶ画面の下でやってるけど、あーでもカメラさんが近いところにいるね。 PK をしっかりと沈めてきました。とても落ち着いていました。こちらのカメラからの映像です。ロナウドあと何試合だろう。まあちょっと今回はスローズ方も、おーいいアングルじゃないの。カメラのこと意識しちゃって、またロベルト・ソリアーヌ、チアゴ、チャンスです。ロナウド、よいしょ、ありました。カウンター。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。今日はこれで2ゴール目、ハットトリックもあるんじゃないですか。こちらのカメラからの映像です。ここでカードを切ってきました。チームへの活性化となるでしょうか。ヤドブレブ、お、なんだすごい、入った。これはナイスシュート。このシュートはいいコースに飛びました。至近距離から決めてきました。ゴールを決めましたね。質の高いパスワークでした。左コーナーからいいボールが入りましたね。うわ、コーナーキックのように軽弾道。反応も良かったと思います。すげえな。こんな密集してる中よく決めたね、これ。ウーゴ・マージョ、アントワール・グリーズマン、審判のせいなり、試合はここで終了を告げました。全員シルバーのチームを相手に難易度を2つ上げてのプロでやってみたんですけど、互角ですよね。しょうがない、マグの実力はその程度だ。というわけで、これでいくらもらえる？ほら、900いったもんね。やっぱりね、プロにしてよかったね。ぐらいなら、普通の人ならこれ1000いくんだろうけど。よし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 。いい傾向ですね。さっき挨拶したかどうか忘れちゃったので、挨拶しとこうかな。はい、どうも、マグマグマグロンと申しまーす。はい、今回は、スカットバトルどこまでやれるか頑張ろうのコーナーでございます。現在、9000ポイント。今回ね、1万までは行きたいっていう風に言ってたんだけど、今この段階でここまで行ってるから、もうちょっと頑張れそうな気するね。どうだろう、ゴールド3。これ多分徐々に上がってっちゃうんで、ゴールド3までは行きたいですね。ここまでは無理だね。ここかな。ここまでは行きたいと思います。でね、やっぱり、前回ちらっと言ったかもしれないんですけど、こっち、この 3-0 で勝ってる方は、相手がね、ほら、シルバーばっかりなので、こっちでは、難易度をプロまで上げて、3対0で勝って900点と。で、こっちは、隣の方にしようかな。こういう風にね、ゴールドレアとか、黒とか、こんなのばっかりいるんですよ。こういう場合は、ランクをね、アマチュアまで下げるんですね。プロでは、プロだと900って書いてあるんだけど、これで負ける可能性もあるんでね。なので、ちょっと、ここまで下げます。でね、ここで勝てる人はここでやってください。あのね、マグね、これね、セミプロでやるとね、延長になったりね、勝てなかったりするんですね。勝てたりするけどね、PK まで行くと負けることがあるんで、意外とね、なんかこう、マグの実力はここなのかなと。
もうちょっとね、選手の能力が高ければ、多分ここら辺で普通に戦えるんだろうけどもね、なんかネットで見ると、ここでやってるとか言ってる人が多いんで、ここでやるんだ、そら、ねえ、いっぱい報酬もらえるよね、そりゃね。その腕がないからね、選手どころか。ね、もうすでに25試合やってる人がいる。すごい。というわけで、じゃあ、今回はここら辺のハイライトがまたブワーッと入って、さらに月曜日の報酬まで移したいと思います。はい、じゃあ、ここからカット。2005年オープンの予定でしたが、実際にオープンしたのは2006年でした。オープニングゲームはデニス・ベルカンプの引退試合でしたね。ほら、いきなり。前半もまだ30分以上残っていますが、今回は、チームがマグフレンチでやってるんですけど、両チームのゲームプランも変わってきますよ。フランスリーグ出身、もしくはフランス国籍で固めたんだけど、4人しかいなかったからね。やっぱりまだまだチームを複数持つことはできなさそうだ。まあ、本来はね、2チームぐらいしか持たないのが普通みたいなんですけど、選手いくらでも抱えられるゲームなんで。そもそもこれ名前なんて読むの、すんげえ名前なんだけど。さあ、なんて読むでしょうか。プレビールでいいのかな。マブバ、スタジアムのテンションが上がります。このボールは決定的。おいしょ、熱ゴールゴールゴール。最後はキーパーとの1対1ですね。熱はね、ちょっとマグプレミアでも使ってるんで被ってるんだけど、今回のね、そのマグプレンチはしっかりと決めました。落ち着いていましたね。フランス語も喋れるだろうってことで、勝手にですけどね、勝手にアフリカ系の選手も入れてたりします。この角度からも見ましょう。そうじゃないとね、あの11人組めなかったんで。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ボールを運びゴールに襲いかかります。マークがいません。打った。おお、戻したボールが。こんな近くで持たれたらなすすべなしでしょう。お、名前呼んで。名前を。これで2ゴール。乗りに乗っています。誰が、誰が乗りに乗ってるの、名前は。別のアングルからご覧ください。名前をぜひ。言ってくれなさそうですね。フリーのホイッスルが鳴って、ここでタイムアップ。試合が終了しました。今日は素晴らしい活躍でしたね。ご覧の通り絶好調でした。名前を呼んでくれ。次々にゴールを決めてくれました。4ゴールも決め、このゲームの主役でしたね。誰が、だから大量得点を奪い、チームは勝利を収めました。福西さん、最後まで、最後まで名前を呼んでくれなかった。多分で、プレビューでいいのかな。まあ、検索するかどうかはまあ別として。はい、7-0でした。よしよし、この作戦に気づくのにだいぶ時間がかかったな、ね、でこれもほら787だもんね。ほら、もっと早く気づいておけばよかった。あ、なんかタスク完了してる。R2 で対戦相手を更新。6時間後に対戦相手が更新される。それまでできないのかな？じゃあ、だからあれか、この人たちの試合数が変わらないのは、あれか、あの、ウィーケンと同じで試合数は決まってるんですね、結局ね。なるほど、なるほど。じゃあ、全員ここ辺にいる人たちは同じ試合数？あ、ほぼほぼですね。6時間、7時間ぐらいで一旦なのかな。じゃあ、なおさら平日できない人にとってみたらきついですね。でも今、ゴールドまで来ましたね、それでも。今日
今日は完全なワンサイドゲームでしたね。そうですね、相手が相手ですし。先ほどのプレーをもう一度ご覧ください。はい、これがラストかな。もう一試合あるんだけどね、もうね、ちょっと明日仕事なんでね、さすがにもうこれ以上はできない。2万まで行きたかったね。もう一試合あるんだけどね、ちょっとね、眠い。もう寝ないと明日に響く。なので、今回頑張ったのは1万9000。でね、ご覧の通りね、1回試合やられたらもう抜かれちゃうんだよね。ゴールド2なんだけど、明日なったら多分ここになってるような気するね。ちょっと、もう1回ぐらいやってもダメかな。ちょっとね。というわけで今回のポイントは19,301点まで頑張って稼ぎてみました。やったのはね、結局、金、土、日の3日あるうちの金曜日を全部ウィーデンに捧げたので、11月4日の土曜日だけ FIFA。で、11月5は朝と夜だけやったので8試合ですよね。全部で何試合やったんだろうね。これどっかに出てないのかな。でもそんなにね、やってないですよ。20いってるかいってないか、いってないよね、多分ね。だね。うん、20いってるかどうか。19かもしれないですね。というわけで、これで、一旦ここでおしまいで、月曜日を楽しみにしたいと思います。はい、じゃあカット。はい、というわけで、今、ただいま11月の6日月曜日の、スカッドバトルの報酬を取りたいと思います。さてさて、どうなったでしょうか？ゴールド2なんでしょうか？ 3 なんでしょうか？ポイントはどうなんでしょうか？報酬を受け取れます。じゃあ行きまーす。さあ、どっちだ？マグはどっちだ？あ、3でした。残念。というわけで、もらえるのは、なんだ、ユニフォーム？ボンファイアーナイト。1万2000コイン大きいね。ジャンボプレミアムゴールドパックが2パックいただきました。いやいやいや、やっぱりね、どれぐらい足りなかったのかってのは見れないのかな。ね、前の見たいね。どれぐらいだったんだろう。あ、ちょっと見れないのかな、そういうのって。前のイベントの結果を表示。あ、あったあった。この前のイベントのは見れないの？あ、この前のは見れないのか。それも見たいんですね。あ、でもこうやって下がっていけば見れる？あ、でも、これ100位までだよね。トップ100って書いてあるんだもんね。いや、残念、わかんないや。どれぐらいのポイントだったんだろうね。惜しい。惜しいのかどうかもわかんないんだけれども。はい、というわけで、じゃあ今回は今のパックを引くっていうところで終わりたいと思います。どれ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 。パク、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 見せろ早く。そうね、この2枚なんだろうから、そうだ、ジャンボプレミアムだもんね。よし、じゃあちょっと他のを先に引くんで、そこまでカット。さ、これはゴールドレアが1個入ってるかもしれないんだっけ。ゴールドでも1個なんだよね。そうなんだよね。さあ、引けるでしょうか、ゴールドレア。いきます。これなんで、いつ取った俺、これ。さあ、別れないということでね。マルチン。はい、わかりません。レアでもなかったな。あ、こっちにレア使いやがった。残念。まあね、もう、サムネとかタイトルに分かってる通り、今回が、最終回なので、分かってんでしょうね、その辺。その辺分かってんでしょうね。ちゃんと引いてよ、いいの。いいの引いてよ。いきますよ。これが、スカッドバトル報酬。ゴールド3の報酬でございます。分かれないということでね。最後なんだから、こう、彩りをさ、ちょっと。あ、でも、シェスニーだ。でも、ちょっと嬉しいかもしれない。もう使わないんだけどね、もうね。だね。なんだ、もっと早く出てくればよかったのに、ステスニー。でもステスニーでゴールドレアなんだ。よかったね。あ、なんだこりゃ。
これもゴールドレア。あ、でも結構3枚もいる。カスコ。こんな感じで。あ、この辺でもったいないところでレア使ってるよね、ほらね。あ、バトランドなんか、あ、ダブリとかそういうのもあるんですよ、これね。残念やね。じゃあ、それでラスト。ラストですよ、もう。もうサクッといくよ、サクッと。これ別れなさいよ、ちゃんと。最後だよ、ほんとに。最後なんだから、ほら、別れてよ。ちゃんと、来たよ、ありがとう、最後に。カメルーンですか、これは。どこですか。あ、こっちはわかんねえな、俺。ケイタ。ライプチヒって言われた時点でわかんねえ。ケイタだそうです。あとは、マンガニ・ロペス。と、そういう感じでしたね。どうせ、今日が最後なのならば、今ある3万8000のコインも使っちゃおうかね。別段あれだもんね。もう取っとく必要がないんだもんね。なんか、いいのあったらいいな。ないね。限定とかがあればよかったね。7500か、4枚ぐらい買えんの？じゃあちょっと、さらっと買っちゃいますかね。最後なんだから、こう、彩りをさ、やっぱりさっきみたいに分かれてちょうだいよ。俺もスキップ押そうだった。はい、残念。最後だから引いちゃいますよ。あれ、これダブってない？マージョ？そうだよね、ダブってるよね、これね。ここに来てダブリとか引いちゃうもんな、本当に。ねえ。まあ、ラストなんでね、ガンガン引いちゃいましょうかね。もしかしたらね、何か気が向いてまた起動させるときにね、こんな選手いたっけみたいなぐらい引いちゃいましょう。ああ、惜しい、分かれない。でもゴールドエアだ。サンチェス、違うサンチェスが欲しいな。そこはな。で、なんかしてるのいる？いないってことでね、バーっと見たい。はい、次。あと何回引けんだ、これ。意外と時間あった。ラストなんで、ちょっと大盤振る舞いで、別れんないということで。どんま最後、あ、ドビシもダブリだよ、もう。しかもこれ普通に俺を、なんか、買ったような気がする。あらあらあら、残念な感じ。あれ、なんかいい。さっきの施設にで終わった方が良かった感じになってる？もう一回ぐらい弾けそうだね。よし、じゃあ行こう。最後に分かれてちょうだい。大きい選手。来ない。やばいぞ。このままだと、最後まで来ないぞ。トリゲロス。恐竜みたいな名前だな。おいしょ、エバートン。重複が増えてきたよ。結構いっぱいいるんでしょ、このゲーム、選手。その中から何、ダブったりすんの？さあ、ラストのラスト。貸せてください。さあ、別れるか。はい。最後はね、やっぱり、気をつけてよ。支えた。格好つかなかったわけですけど、ね。格好つかなかったですね。はい。というわけで、今回で、さっきも言ったように、最終回となります。まあ、マグがね、11月9日に欲しいゲームがあるので、おそらく、Wii レと違って FIFA に関してはもうこれでね、おそらく、ゲームを起動させることがない可能性が高いので、本当の意味でね、これで最終回とさせていただきます。では、残りの時間でちょっとね、総括というか FIFA のね、総括をさせていただきますと、ちょっとね、あれですね、まあ、グラフィックのことも結構文句言ってたし、実況がね、ちょっとずれたり、音がね、なんか、ゴール入ったのに惜しいとか言ったりとかね、そこら辺のね、細かい技術面でちょっと、ん？って思ったこともあったり、なんなりしたんですけども、やっぱね、リアルなサッカーを求めているマグとしては、若干ウィーレに分があったかな、今回。っ
ていう感じがしますね。グラフィックに関しても、いやいや、ウィレが頑張ったって言った方がいいのかもしれないですね。なのでね、ちょっと今回 FIFA、まあ両方今後もね、買ってどっちがいい、自分の中ではどっちがいいのかなっていうのを測っていきたいなと思いますけど、あと他にはやっぱり、こう、ウィレと違ってとにかくスカッドバトルやり込まないといけない。マグみたいにね、平日ゲームをやらないで、休日、それこそ1日、半日ぐらいしか遊ばない人にとっては、なかなかね、こう、いい選手を引きたいっていうとで、試合数をこなさなきゃいけないということでね、かなりの作業感のあるゲームかなと思います。なので、ライトユーザーよりかは時間のあるヘビーユーザー向け。でさらに、課金すればするほど有利なので、当然ね。なので、オンラインでバリバリ勝ちたい人は、やっぱりもう課金必須ですね。当然ですが。ね、マグみたいに無課金でやって、さらに、ライトユーザーだと結構厳しいゲームかなーってのは思います。まあ、ここまでちょっとデメリット。で、まあ、メリットといえばですね、ウィーレに比べると、一人用のゲームコーナーが多い。これがやっぱり非常に大きいですね。オフラインでもいいんじゃない？だって、ジャーニーも面白いし、キャリアはやらなかったけど、他の人の動画見ると結構面白い。なのでね、ちょっと一人用の要素に関してはちょっと FIFA の方が部があるかなって気がしますね。ウィーレももっと頑張れっていう感じで。なのでね、ちょっとね、どっちを買うかっていうのは本当、その人のプレイスタイルによるんじゃないかなって思います。なので皆さんいろいろ、やっぱり中古でもいいんでね、なんか両方買ってやってみるってのが一番いいんじゃないかなと思います。ね、結局、どっちがいいのかってね、結論をつけないでね、こうね、うやむやにして終わらせたいと思います。というわけで、一人用 FIFA で、ございました。ではでは今回はこの辺で、また、次回作、来年、お会いしましょう。じゃあねー。